チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を3つともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは浜尾史郎作「正義」です、えー、浜尾史郎はですね 1896年生まれ、1935年没の日本の探偵小説家、検事、弁護士、試写区、衆議院議員。なんですね。さまざまな方面の才能に恵まれた方でして、で今言ったものの他にも、洋楽に造形が深かったり、日本マージャン連盟の総裁であったり、い、ま、ろ、あ、んなことをやっていた人物だったようですね。 そして、えー、探偵小説界でも珍しい上流階級の司法専門家であったというところが、えー、小説家としてのかなり強みであったようで、えー、法律知識を生かした質の高い探偵小説を残していましたこの「正義も」もその法律知識が、えー、ふんだんに盛り込まれた作品になっておりますどうぞお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは浜尾作正義ですそれでは本編をどうぞ 浜尾志郎正義おおすると君は今日あの公判庭に来ていたのかそうだったのかええあの事件の初めから終わりまで傍聴していましたあのあなたが弁護してやっている森木国松っていう被告人ですねあれが松村磁爵を殺したとは 僕にもちょっと考えられませんよ。あの事件当時僕はずいぶん詳しく新聞を読んでいたんですがねそうかね僕は君のような芸術家があんな殺伐な犯罪事件に興味を持ってるとは思わなかった衣川龍太郎はこう言いながらシガレットを灰皿にポンと捨てたそうして前に置いてあった紅茶の茶碗を取り上げてすすりながら 今更らしく相手の顔にしげしげと見入ったさえかえった春の寒さに古外はいつしか雪となり暮れてからは風さえ加わってきたぎっしりと詰まった本棚に囲まれた洋風の書斎に炉端に椅子を相対して座した2人主人は衣川龍太郎客は清川淳である。 思えば2人がこの部屋で炉端に膝を交えて冬の幾夜を過ごすのは一昔も前のことである鬼怒川は清川には5つ上であった同じ高等学校同じ大学にいた頃2人は真の兄弟のように信じ合い愛し合ったけれど青春の友情は青春の感激が去りゆく頃から と薄らぎ始めるものである鬼怒川は法律を学んだそうして父の後を継いで弁護士となって正義のために幾多の事件を争った清川は青春時代の憧れのまま文学を学び戯曲家として世に出た彼の作は最近いずるごとに華やかな脚光を浴びつつ多くの和光度等に 幾多の悩ましき夜を遅らしめているこうやって2人の道は次第に隔たっていく36歳になる鬼怒川は6年前に結婚したしかし家庭は寂しかった彼らには子が恵まれなかったその上妻の静江はいつも病心で1年のうち半分は家を離れて 湘南の地方にに保養に出かけていた粉のような雪が古外を飛び散っている今宵も、も衣川龍太郎は寂しい一人の夕食を済ませて勇敢にでも目を通そうとしていると思いがけなく今は旧友と名付けられる清川潤の訪問を受けたのであった清川は休活を除するといきなり 今日自分が法律家として出た公判定の模様について話でしたけれどもこれは弁護士たる自分に対する一様の礼儀世辞に過ぎないように思われる彼は相手の訪問理由を憶測するのに苦しみながら無理にも話の糸口を見つけた実際君があんな殺人事件なんていうものに興味を持っているとは意外だったよ 僕らには相当面白い事件なんだがね。時になんだったらゆっくりあの話でも聞いていかないか君は知ってるだろうが、ワイフは相変わらず弱くてね。正月から小田原にずっと行っているんだ。一人で寂しく困っているところなんだから、君の方さえよかったら、久しぶりでここへ泊まっていかないかゆっくり話そうじゃないか。 彼はこう言って、こう言いある微笑を見せた。清川純は、昔ながらの美しい笑顔でこれに応じたが、改めて答えた。僕は、格別殺人事件に興味を持っているわけじゃないんですがね。ただ、あの松村支社が殺されたかどうかということだけが、妙に興味をそそるんですよ。この答えは、絹川には意外であった。 彼はただ清川をしてできるだけ気楽にその要件をおそらくは通常の依頼人のように言いにくいものであろうから言い切り出させるつもりで自分が関係している事件をいわば行きがかり上触れたにすぎないうーんすると君は死んだ試錯と何かいや全然知らない試錯とは会ったこともないのです けれど、森木ががが殺殺ししたたたのののか、かまは自とということが妙に気に気なるのでね。自分が全力を注いでいる刑事事件についてこう言われると絹川も勢い乗り気にならざるを得ない初めの考えを全部忘れて今の清川の言葉の不自然さにも気づきながら絹川はにわかに話を続けた。 いや全くそれは君ばかりではない世人が等しくその真相を知ろうとしているところだろう無論僕は死者が自殺したものと信じている少なくも森木国松が殺人者ではないと思っているしかし見たまえ検事は立派に彼を強盗殺人犯として起訴した藤山検事は僕は思考上よく知っているが めったに軽率ななことをする男ではない。余震判事もこれを強盗殺人被告事件として後判に移しているのだ森木は検事の前で全部自白しているというじゃありませんかまあ待ちたまえ君がそんなに熱心ならば僕が改めてあの事件を詳しくここで繰り返してみようあれはちょうど去年の秋 10月初めの出来事だったあの月の初め僕は事件のようがあって約10日間ほど関西に行っていたがその留守10月の3日小田原に近い M 温泉場で起こった出来事なのだ無論君もご承知の通り M 温泉場の M ホテルの第103号室で その前々夜すなわち10月1日の夜から滞在していた松村志爵が死体となって発見されたわけなのだ当時詳細に伝えられたことだから君も知っているだろうけれども松村志爵は若い時から外交官生活をして当時42歳になるまで全くの独身だった跡継ぎのことについても 平成健康でもあったせいか一向に考慮せずにいたらしく東京に帰ってからも外部からは至極く寂しいしかしながら気楽そうな独身生活を続けていた10月1日の夜松村試写はひ然として M ホテルに現れたその前夜は沼津の N 旅館で送ったということだった M ホテルに来てからの試写の様子には 一向に変わった様子がなかった3日の朝ボーイの森木國松という男が用があって試着の部屋の戸をたたいたけれども返事がないしばらくしてからまた行ったが返事がないドアの外には試着の靴が出ているので中に試着がいることは確かなのだところでドアには内側から鍵がかかっていなかったので。 森木は戸を開けて中に入ってみると主尺がベッドに寝たまま死んでいるのを発見したこのところまではあの当時伝えられた通り僕が述べるに過ぎないけれども森木の行動に不自然な点のあるのは否めない従って後に彼が被告人となり彼自身でも供述をだいぶん変えているのだがともかく初めは 右ののように伝えられたのだそれは後にゆっくり研究することにして主尺はどういうふうに死んでいたかというとこれは全部当局者が調べたところだがベッドの中に寝ていたままで右右ののの手にピストルをを持ち右の耳の直上を撃っているそこから鮮血が少しくこぼれているだけで全くその他に変わったところはない。 検証の結果死者は前夜の12時前後にピストルの一弾によって即死したものであるということが明らかとなったさていよいよ問題は死者の死は自殺か他殺かまたは過失死かということである死体の様子から見て過失死であるということは考えられない最も自然な見方は、 無論自殺というテオリーを立てることである警察でも初めは一応そう考えたらしいけれどもまず第一に自殺の動機らしきものが発見されない無論遺書のごときものは全然見出されなかった第二に主尺は左利きであるということが分かった左利きの男が死ぬ時に右手でピストルを撃った とということになった第3に先に述べたとおり第1の発見者であるボーイ森木國松の供述がすこぶる怪しくなってきたのであるそこで森木國松を取り調べるとそこに甚だ不利益な事実が暴露してきたすなわち彼は当時同所の白首に身を打ち込んで 借金で全く首も回らなかったところが10月4日になって諸々方々の借金を約半分ほどきれいに払ったのみならず彼の部屋から約500円の紙幣が発見されたにもかかわらずその出どころを明らかにすることができなかった一方試写がどのくらい金を持って旅に出たかは不明であるけれども発見された時には ドル入れの中に20円足らずの金があったばかりだった君は無論気がついているだろうけれどもだいたい森木が死者の死体を発見するまでの順序というものが甚ははだおかしい客が呼んだのならいざ知らずドアの外から叩いて許可がなければボーイが室内に入るべきものではないことに M ホテルのようなところでは そういういことに合意は十分訓練されているはずなのだそれに終日客が出てこなければともかく午前十時ごろまでに客が朝食に出てこないからといってむやみにノックすべきものではない第一、何の用があって彼が一丸三号室の戸をたたいたか彼はこの点をはっきり答えられなかった警察でひどく突っ込まれたから 彼は一時供述を変えて「前を通ったら偶然戸が開いていて中からうなり声が聞こえた」などというでたらめを言いだしたおまけに例の紙幣についてはかれこれ曖昧なことを言うばかりで一向に拉致が明かない吸ったもんだをした挙句警察では彼が犯人に違いなしとみて検事局に送ることになった これは無論無理のない話で僕はこの際一応彼を怪しむということはよく了解できる警察で厳重に調べられてから不思議にも森木は全く自分の犯行であるということを自白した彼の自白によれば彼が強盗殺人者として起訴されるに十分値しているのだ前夜 紫釈に命ぜられてたばこを103号室に持っていったその時紫釈はベッドに入ったまま紙幣の束を勘定していた金に困っていたやつにはこれは甚だしい誘惑だったのだしかしさすがに紫釈を殺してその金を取ろうという勇気もなく黙って戻ってきたが1時ごろ眠ろうと思って便所に行く時 偶然103号の部屋の前を通ると戸が5分ほど開いているさては中から鍵をかけるのを忘れたなと思った時彼にはさっき見た紙幣の束が目の前に浮かんできた金に困っていた彼にとってはこれは確かに容易ならない誘惑だった何者かに引きずられるようにして 森木は室内に忍び込むスタンドの薄明かりで死爵の枕元には腹を膨らました札入れと一丁のピストルが目についたするすると進んで彼が札入れに手をかけたせつな死者がふと目を覚ましたそして「誰だ」と一声叫びながら 札束を取り返そうとして手を伸ばす夢中になって森木は脇にあったピストルを取るより早くのしかかるように磁石の頭部に銃口を押しつけて一発放ったそうしてその紙幣を奪うとダットのようにそこを飛び出したのだこれが森木が検事の前ではっきり言っている事実なんだ すなわち彼は他人の財物を縁がためにピストルを放ってその所有者の生命を奪ったわけになる衣川はここまで語ると改めて新しいシガレットに火をつけた清川が作像のごとく身動きもせず黙ったままストーブの炎を見つめて聞き入っている。 強い風がひとしきり窓ガラスをバタバタと言わせて通った僕がこの事件の依頼を受けたのは「M ホテル」の主人の友人を知っていたからだったが僕が関係し始めた時は事件が余震に移ってからだった君も知っているだろうが余震中は事件の内容について詳しく尋ねるわけにはいかない余震判事の取り調べが終わったから 初めて僕は森木国松にも会い事件について詳しく知ることができたのだ森木は予心邸に行ってからが前自白を翻したそうして今日も後判艇で陳述したような事実を述べ始めたのだ君はあれを傍聴していたのだから大体いい話の筋は分かっているだろうけれどもはっきり僕から話してみよう森木の言うところに従えば 村松志釈は彼の目前で自殺を遂げたのだそうして彼が所持していた500円の金及び借金の穴埋めに使った金は志釈の自殺の直前志釈自ら森木に与えたものなのだ一体志釈は M ホテルに初めて泊まったわけではないすでに数回来泊していて森木国松とは大分面識がある それどころか相当かわいがられてさえいたらしい君も見たように被告はまだ24歳で割に綺麗な顔をしているしちょっと気も利いているところから独身死者の身の回りの世話をするのはだいぶ慣れているらしく思われる10月1日の夜試者は1人でやってきて103号室に泊まったその当時は森木の見たところでも 少しも試写の様子に変わったところはなかったそうだすると2日の夜12時頃に突然試写の部屋から呼び鈴が鳴った森木は急いで試写の部屋に行くとちょうど試着はベッドに入ってタバコを吸っていたそうだが彼の顔を見ると突然「お前にもいろいろ世話になったが俺は今度遠いところに行くから」 これをお前にやっておく黙って取っておいてくれと言いながらいきなり札束を突き出したそうだ森木が驚いていると試役は出し抜けに彼の左手を取って手のひらに札をつかませると同時にその手をギュッと握ったのだ森木にはこの突然の試写の振る舞いはちょっと返しがたかったそうだがともかくやるというものなので 礼をを言ってその金をもらったのだ。もうよし用はないから行って寝たまえと言われて彼は面食らったままお辞儀をしてドアを開けて外に出た彼が「おやすみなさい」と言って去ろうとする刹那、ブスッというような異様な音が室内から聞こえた最前から試着の様子が少しおかしいと思っていた彼は いきなり今閉めたドアをまた開けて飛び込んでみると死者はベッドの中に寝たままピストルで自分の頭を撃って即死を止めているこのピストルはさきの会話の間は死爵はベッドの中に隠していたらしく森木はその時まで全く気がつかなかったというさてここで森木にとって最も賢明な方法は 直にこのことをオフィスに行ってみんなに告げることだったのだ君も無論そう思うだろうしかるになぜ彼がその虚に出なかったか一言で言えば金の誘惑だったのだね無論彼もすぐオフィスに駆けつけようと思ったそうだしかし手の中に握りしめている大金を見た時ふとその結果を考えたのだ なるるほど、の自殺は認められるだろう。まさか彼が殺したとは疑われはしまいけれど、試爵が彼にこんな大金をそっくり今くれたということを誰が証明してくれるか彼は考えたもし彼がもらったことを主張すれば役人たちはそれを信じないのみならずかえって死因までを疑いはしまいか。 欲を捨てれば何でもない黙って札束を突き戻しておいて人を呼べばいいのであるけれども金は喉から手が出るほど欲しいのみならずこの場合たとえ証人はいなくとも正当に自分の権利に属している自分の金なのだ彼は迷った迷った結果愚かにも そのまま黙って自分の部屋に退いてしまったのだった思えば試着も罪作りさね。本当に森木にあれをやるだけの行為を持ってるなら何とか一辺の遺書を残しておいてやればよかったのさあれでは若いあの男を疑わせるようなものだからね一晩中悶々として森木は床の中で弁解の方法を考えたが 結局いい考えは出なかったわけなのだそしてやはり怖いもの見たさでとうとう自分で試写の部屋まで行ってみて初めて翌朝発見したふりをしてみんなを呼び立てたんだだから彼の申し立てに怪しいところのあるのは無理もない従ってまた警察で疑われてもやむを得ないのだしからば どうしして警察で自白したか。これは単純だ森木は散々責められた上自分が大体いい初めに嘘を言っているのでやりきれなくなり勝手な自白をしてしまったのでこんなケースは珍しくはない警察でどの程度まで被疑者をいじめるか僕は知らないがよく嘘の事実を自白する人間のあることは君だって聞いてるだろう森木もその不幸な人間の一人だった 最初にくだらない嘘を言ったがためにとんでもない嘘を言わなければならないようになってしまった彼はこのままで検事の前も過ごしたもちろん一応検事の前では警察の自白を否認したそうだけれどもそんないろんなことを言ってはいかんと怒鳴られてからまたそのままに戻ってしまったのだこうなると被告人心理には妙な幻影が出てくるものだ われわれが外部から見てどんなバカな目に遭ったって生命に関わるようなでたらめを言うはずがないと思うにもかかわらず被告人はいったん筋道の立ったうそを言ってしまいそれをたびたび繰り返しているとそれがだんだん恐ろしくなくなりしまいには案外平気になってしまうらしい森木國松は恐ろしい強盗殺人の罪を自白してから 余震判事の前でも第1回第2回の尋問まで同じことを言っている彼が今言っているような事実を言い始めたのはようやく余震の第3回の尋問の時からなのだこの回に至ったから彼はがぜん今までの事実を否認して自分の無罪を主張するようになったのだお聞きの通り後判定においては 自分の絶対無罪なることを力説している彼の自白に基づいて彼を起訴した藤山健二の立場も一応よくわかるまた後半に移した判事の気持ちもわからぬではないけれども罪なき者は何と言っても罪はないのだもし彼に有罪の言い渡しでもあってみたまえ国家はとんでもない誤りを犯そうとするのだ じに危ういいゃないか。衣川龍太郎はやや興奮しながらこう言ってきっと清川潤を見つめたのである清川潤は全く沈黙してこれを聞いていたがこの時突然口を切ったなるほど事件の経過は詳しくわかりましたけれどあなたは本当に 森木邦松の無罪を信じますかいや弁護士としてのあなたにこんなことを伺ったのは乱暴ですしかし衣川さん友人としてこれは聞きたいのですあなたは本当に森木國松が無罪だ彼の言うことがもちろん公判定で今日言ったことがですよそのことが本当だと信じているのですか 無論だ。どなるように絹川が答えたしかし彼の顔色には明らかに急所を突かれた表情が見えたどうしても逃げる獲物を追うように清川が突っ込んだが彼の顔には意外なほどの真剣さが浮かんでいるもちろん信じていないでどうして今日のような弁論ができるか ごっくりと唾を飲んで鬼怒川が続ける無論僕は弁護士だ弁護士を商売にして暮らしているのだ依頼人をあくまでも弁護すべき職業にいるけれども不詳ながら鬼怒川龍太郎ぐなりとはいえ明らかに有罪と信じているものを金銭のために目がくらんでこれを無罪と共弁しようとするのではない 僕はそれななら、らめから受け付け付いのだ。もっとも初め無罪と信じて引き受けた者が後にそうでなくなるらしく思われることがあるこのごとき場合に弁護士たる者が被告人の防御を放棄すべき者なりや否や放棄することが果たして正義の精神に合致するや否やはかつて英国においても問題となったところの大問題である。 けれども今の場合はそうではない。僕は森木の無罪を信じているのだ。きぬ川の興奮に連れて、なぜかきよ川はだんだん冷ややかな表情を示した。そうしてさらに突っ込んで聞く。なぜですか。どういう理由からですか。きぬ川はこの必要な八つ切りマヤの質問に対して。 やや呆れたように清川の顔を見ながら答えるなぜ君がそんなことを僕に聞くのかわからないがひと言で言えば有罪とすべく証拠が薄弱だからだいつの間にか鬼怒川は立ち上がってストーブの前を歩き始めている清川君は法律家でないから念のために言っておくが法の精神刑法の精神に従えば 僕が被告の無罪を証明する義務はないのだぜこれに反し検事の方は被告の有罪を積極的に証明しなければならんのだ判事が有罪と言い渡すためにはもちろん裁判所が有罪を証明しなければならん従って五分五分に見える場合少しでも疑わしい場合は被告は絶対に無罪であるべきなのだ 俺はわが国ばかりではない文明国のすべての制度がそうなっている有名なクリッペン事件で彼の上司を弁護したバークネット卿は時のカウンセル・フォア・ゼ・クラウンたるリチャード・ミューア教が自分に被告の無罪を証明することを要求したと言って大いに憤慨して本に書いている弁護士はいかなる場合においても進んで被告の無罪を積極的に証明する義務はない しかし検事には被告人が有罪であることを証明する義務が絶対的に与えられているこれは10人の罪人を逸するとも1人の無孤を罰するなかれという精神から来ているのだもっともこの精神そのものが果たして正義の精神かどうか一応考えられぬことはないけれども人が人を裁く限り この格言を順法するより他か、仕方がないだろうと思うだから今回の事件でも僕は森木の無罪を積極的に主張する義務はないのだ清川これは君だから言うが積極的に証明することは今の程度では死者の死が自殺であると積極的に証明することであってそれはなかなか困難なのだよしかし検事は 死者が殺された自殺ではないしかも森木國松に殺されたと立証するべきなのだひと言で言えば今日の検事の論告その他だけではそれは立証されてはいないと信じられる藤山検事はあれで証拠十分だと思っているかもしれないが僕は絶対にそうは考えない死者に自殺の動機が見いだされなくて かえって被告に殺人の動機が十分にあるなどということは、今さら論ずるまでもなく、断罪の十分な証拠にはならない。人には誰しも秘密というものがある。ことに独身であったあの試尺のことだ。どんな秘密があったか、そうやすやすとわかるものではないのだ。発作的に死ぬ気になることだってあり得る。衣装を書くに決まっているとは限らない。 森木に強盗殺人の動機はあるかもし,れないしかしそれだからやったに違いないと言われてはたまらない一番問題なのは左利きの人がピストル自殺をするときになぜ左手を用いなかったかということであるこれはもちろん左利きの程度にもよるのだけれども左利きの人間が右手で何かすることは決して不自然ではない 左利きだけれども箸は右手で必ず持つとかペンは必ず右手で持つとかいうものでピストルだって必ず左に持つとは限らない一番残念なのは現代の科学によって自殺か他殺かすなわち自分でピストルを発射したか他人が発射したかああいう場合にははっきりと決められないことなんだよ あれが医師だとかいうものになると割とよく分かることもあるけれどやはり紛糾することはあの小風事件でもよく分かる要するに僕は証拠不十分だと考えるのみならず本当のことを言うと無罪を積極的に立証することこそできないけれども僕は森木国松の言うことが全くの事実だ真実だと考えるのだ そう確信するのだねえ清川君はどう考えるね夢中になって部屋中を歩き回りながらしゃべり立てていた絹川は一気にこう言い終わると今度はこっちから食ってかかるように清川の顔を見ながら冷え切った紅茶をくっと飲み込んだだから僕はさっき言ったとおり 森木がやったんじゃないという気がするのです今度は清川の方がややたじのぎながら力のない声で返事をしたそうしてなんとなく手持ちぶさたそうに思い出したように紅茶の茶わんを手に取り上げたまたしても沈黙が続いた風はまだやまない 窓ガラスは時々音を立てて雪の激しいのを知らせている鬼絹川龍太郎は清川に対していな番人に対して今や法律家以外の何者でもない彼は事故に反撃する何者をも敵として食いつこうとしている彼はもはや昔の友情などを思い出してはいない彼は。 なぜ清川が雪の夜彼を訪ねてきたかそんなことをもはや問題にしてはいないのだしかし沈黙は清川によってまず破られた急に深刻な顔形になりながら清川が言った衣川さんあなたは森木の無罪を立証する必要はないと言われたけれども その立証ができればなおいいのでしょういな仮に法廷において立証しえないでもあなたの前で立証する人があればあなたはますますその所信を強くし従って力ある防御ができるわけでしょう当たり前さそんなことができる人さえいれば文句はないんだでは言いましょう鬼怒川さん森木國松は無罪ですよ 彼の自白は真実です安心なさいそしてあくまでもあなたの信ずる方向に進んでいいんです何君何だって清川の言葉は晴天の霹靂のごとく鬼怒川を驚かしたそうです僕はある男を知っているんですその男は僕の親友です その男があの事件の推移を見て知っているのです絹川は飛び上がるように椅子から立ち上がったそして清川の肩に手をかけながら「おい君そりゃ本当かえ本当なら一刻も早くその男に会わせてくれ」と叫んだまあ驚かずに落ち着いて聞いてください 実はそのために今日はここに来たのですからおい君何だって今まで黙ってたんだもっと早く来てくれればよかったのにしかしああやっぱり君は僕の親友だった君は信頼すべき人だったそのために今日わざわざ来てくれたのかありがたい感謝するよ鬼怒川は 興奮した顔つきで清川の手を握った衣川さん礼を言うのはまだ早すぎます僕がなぜ今まで黙っていたかこれには深い理由があるのです僕はあるいは今日あなたに会ったことを後悔するかもしれませんあるいはまたあなたも君 馬鹿なことを言っては困る。いかなる理由があろうとも無実の罪を着ようという人間を目前に控えていながら君何を躊躇したんだ何でまた後悔することがあるんだ君は知っているだろうが強盗殺人の刑は死刑か無期懲役か2つしかないんだぜ君は森木が無罪なことを知っているまたは知っているという男を知っているそれでいて 何を考えるのだ。深い理由があるものだからいやどんな理由があろうともだ正義そうだ正義がまさに蹂躙されんとしている今衣川さん僕はその正義というものを考えていたものですから婿の者が核のごとき刑罰を言い渡されはしないかという今それを黙って見ていてどこに正義がある 一体正義ということはいや議論は後でするとしようともかく君の知ってる話だけでもしてくれたまえ強いて心の激動を押さえつけながら鬼怒川は清川に迫った「鬼怒川さん僕が今日まで黙っていたことがいいかどうか後で言ってください」 ともかくあなたも言われる通り僕は僕の知っているだけを話してみますから僕が今言ったようにこれは僕が親しくしている男の話なのですこの男は嘘は言いません仮に A と名付けましょう A がどうしてあの事件を知っていたか衣川さんあなたは M 温泉の M ホテルを知っていますか 103号室というのを知っていますかあの部屋は M ホテルの最も右翼にある部屋で前が庭ですぐ塀になっているのですところがその塀を一つ隔てて一軒家が建っているのを知っていますかその家は元 K という富豪の別荘だったのですが昨年から東京のホテル営業者が買い取ってホテルにしているのです その E ホテルの3号室が2階にあってちょうど M ホテルの103号室を見下ろせるように接しているのですもちろんそうはっきりしたことは見えませんけれども見下ろしていると103号の回転窓のガラスの幅だけがブラインドの外してある場合は明らかに中が見えるのですこれは僕も最近行って 見て確かかめたところですから間違いはありません衣川さん A は10月2日の夜半に E ホテルの3号室にいたのですそうして偶然にも隣の M ホテルの103号室の上の方の回転窓のところだけが空いていたのでガラスを通して室内の一部だけを見ていたのです A が 何心なくそこを見たのは夜の12時ごろだったそうですそこからは室内のスタンドの明るみでベッドの一部分だけが見えたのですといってもこれは後の話ですかねいくら近くても肉眼でそうはっきり見えるわけはありません初めは別に注意していなかったのでそれがベッドの一部分であることもわからなかったところが何かの拍子で 突然ピカッと光るもののが見えたのです。それが一度ならず目に映じたものだから A は急に好奇心を起こしてそばにあったオペラグラスを取り出して一生懸命にピントを合わせてみたのですすると男のらしい頭と片手とが見えました光るものをよく注意してみるとそれがピストルの重心らしいことが分かったのですつまり 103号室の中でピストルをいじっているのが見えたわけです A はなお息を殺して眺めていると突然見えていた手が引っ込んでしまってそれきりしばらくは何も動かなくなってしまったそれでもう何事もないのかと思って目からグラスを外そうとした刹那。彼は再び片腕を見ましたそれははっきり覚えていないそうですが 頭のあった位置から後で考えると右手だったらしいのですがその手がニュッと出ると手の中に紙の束のようなものを持っているのですそのうちその手がいろいろに動き始めたので A は初めて誰かベッドのそばに人が立っていて腕の主はその人と何か話しているのだなと感じたそうですすると果たして反対の側から 黒いような洋服のらしい腕が出ましたベッドの中の手とその手とが絡み合いましたそれから髪の束が後から出た手に移ったのです空になったベッドの手はまだしきりに動いていろいろ話をしているようでしたがそのうちそれがばったり止んでしまったので話が終わったのだなと A は考えたそうです これは面白いわいと思って見ているとたんベッドの手がまた出ました今度は先のピストルを持っていますあっという間にその右の手は自分の頭にピストルの銃口を当てました A が思わず声を上げようとした時他の見えない左手で掛け布団を引きずり上げたと見えて不意に銃口も頭も半ば以上布団に覆われました 矛盾したような話ですが、この時 a は全体をはっきり知りたいためにグラスを離して顔を突き出したそうですが、その刹那鈍い音を聞いたのです。やったなと思って再びグラスに目をつけると、ベッドの中の頭はさっきの形のままで少しも動きません。すると突然さっきの洋服の手が。 はつてそうして布団をちょっとはいで見て驚いたようにすぐ手を引っ込めたのです A はあまりの恐ろしさにそのまま目を閉じてしまって後を見なかったいや見えなかったそうですそれから約30分の間彼は肉眼で窓ガラスを通して中を見ていたそうですがもはや 少しも動くもくのはありません。だから A は何人かが自殺をしたのを知ったのです。それから何人かがその自殺事件を発見したらしいことをも知ったのです。どうですこれは被告・森本の言うところと全く一致するではありませんか清川はここまで言い切ってぐっと唾を飲み込んだ。先ほどから 睨みつけるような顔をして耳を傾けていた鬼怒川はたまりかねたか不意にこう言ううんそれ見たまえ僕の信じている通りじゃないかそれでその君の友達はどうしたのだ黙っているのか親友たる僕に最近その話をしただけですあとは誰も知りませんけしからん君もまた君だそれだけの事実を知っていて しかも一方森木が捕まったことを知っていながらなぜ君は君はそしてその男は訴えてないのだ返事によってはそのままにしておくまじき切迫した気持ちが鬼怒川の顔を覆うしかし A は訴えてられる理由があるのです A には A の立場僕には僕の立場があるのです鬼怒川さん その点をちょっと考えていいたただきたい清川君は何という情けないことを言うのだ君と僕とは親友だったじゃないか僕は君がそんな人間になってしまったとは今の今まで思わなかったなるほど君は法律家ではないけれどもそのくらいの理屈が君にはわからないのかいいかここに。 森木国松なる青年があらぬ罪を着て今死刑になるかもしれないという状態にいるのだいいか一方に彼が無罪なることを明らかに知っている君の友人 A なる人と君とがいるこの場合 A と君はいかにすればいいかどうすれば正しいのかこんな分かりきったことが A にも君にもわからないのか いくら芸術家であっても君にこのくらいの理屈がわからないはずはない清川くどいようだがもう一度言う正義は蹂躙されかかっているのだ皆でにあの被告を長い間捕まえたことによって正義は蹂躙されているのだ君らに対して法律は何も命令はしない法律上の義務はないだろうけれども 道徳は何と教えるか正義はどこを指すか清川少し考えてみてくれ清川は冷ややかに答える絹川さんあなたの言うところはよく分かっていますしかしそれなら僕が承りたい A は 自分を犠牲にしてもり木を救う義務がありましょうか犠牲そうです。すなわち深い理由というのはその点なのです。A は自ら名乗りを上げると同時に身を犠牲にしなければなりません。とはどういうわけだ ?A の生命にでも関わると君は言うのか例えば A が殺人者だとでも。 がい,い,いますお聞きなさい10月2日の夜半 A は1人で E ホテルの2階にいたのではないのですはっきり言います彼は恋人と2人でその夜をそこで明かしましたしかもその夫人は人の妻ですがくぜんとして鬼怒川は清川の顔を眺めた 清川はさらに続ける。A はある人妻とその夜 E ホテルにいたのですこれは無論非常な秘密です従ってもし A が森木を救おうとすればなぜその時彼が E ホテルにいたかということを調べられるでしょうそうなれば自然彼の恐ろしい恋は暴露されるに決まっているのです A は 今日もおそらく涙に暮れているでしょう彼は森木が捕まって以来一日としてこの問題を考えなかったことはないのです衣川さん A だって僕だってそうバカではないのですよちょっとした沈黙の後衣川が厳かに言ったなるほどそういう次第なのかよく分かった しかし、絹川、僕は何ら問題はないと思うがね。けしからん話じゃないか。A は立派に法律上の罪人じゃないか。彼の立場には一応同情ができる。けれど、一方は死刑になる事件だぞ。一方はそんな重い刑にはならない。この点から言っても、A は進んで名乗るべきだと思う。大体いい、君自身が A のような犯罪人に同情するというのが不思議に思われるが。 あなたは法律家だ,だから全てが法律的にしか考えられないんだ A にとってこの恋の発覚はあるいは死刑以上の問題かもしれないそれは自業自得というものだ清川何を考える必要がある清川森木国松を救ってくれ頼む鬼怒川さん それはあなたが法律家としてまたは弁護士としての利己主義からじゃありませんか何利己主義けしからん何を言うのだ君はさっきもたびたび言った通り問題は正義ということにあるのだ正義の命ずるところいや僕はあなたが利己主義というわけじゃないんです ただ僕はあなたがあまりに森木のみしか考えていないということを言いたいのです。絹川さん、A が名乗り出るとします。問題は A 一人ではありませんよ。無論、相手の夫人も犠牲にならなければなりません。しかし、あなたは言うでしょう。自業自得だと。なるほど、あなたのような冷ややかな法律家にはそう思われるでしょう。よろしい、僕はあえて反対はしますまい。けれど、 ここにもっと大きな犠牲があることを忘れてはいけませんよ。この事件の最大の犠牲者は何も知らずに平和に生活をしているその婦人の夫その人です。あなたはそれも自業自得だと言いますかむろん妻を取られるような夫がバカだと言ってしまえばそれまでです。しかしあなたはあえてそれを言いますか そう言い切ることは恐ろしくありませんか衣川さん、森木国松一人を救うために、三人の人が犠牲になるのです。一方は生命、一方は生命、あるいはそれ以上のものを捨てようという場合です。僕は法律家ではありませんから、一人の生命と三人の生命とを比べて、算術をするようなことはしません。ただ、事実を言うだけです。 僕から言えば少なくとも夫だけは自業自得だと言えないような気がするのですもしそれならば森木国松だって自業自得だと言えないことはありませんからね僕にはこの問題は恐ろしすぎるのです目をつぶって何か考えにふけりつつ鬼怒川が言うお互いに考えの相違は仕方がないとして。 それならば僕ははっきりと聞きたい君は A 氏または君自身が訴え出ることは全然不可能だというのかねだからその点について僕は迷っているのです清川そんなら僕がもう一つ聞くそんな不可能なことならばなぜ君は僕のところへやってきたんだ一体何のためにそんなことを言いに来たのだ いっそ初めから黙っていてくれた方がどんなに僕は気が楽だったか知れないじゃないか衣川の言葉はむしろ演ずる者の,のごとく響くだから僕は後で後悔しやしないかと言ったんですしかしなぜ僕が今日ここへ来たのかその問いに答えましょう A は最近になって事実を打ち明けたのです 僕は驚きましたそしてどうしようかと思い悩んだのですところが今日あなたがあの被告事件につき出廷するということを聞きましたそれで僕は早速法廷に行って始終の様子を聞いていたのです僕はあなたの熱意に感激しました罪なき人を救うためにあなたは全力を注いでいられる あなたのやっていることは正しい、尊敬すべきことです。ただ、その時僕は思った、あなたは本当に、森木邦松の無罪を確信しているのかどうかということを、こう思ったとき、僕はどんなにかして、あなたに真相を告げたい、そうして、少しでも今以上の確信と勇気とを与えたいと決心したのです。 法律家でない僕には真相を語るだけでも語らないよりはマシだとしか考えられなかったのです。今あなたが言われるようにそんならいっそ何も言わない方がいいとは思えません。と同時に真相を語ることが直にそれを立証しなければならないことだとも思いません。A の話をしたことはしないよりいいはずです。 A の話をしたから、ら A を法廷に引っ張り出さななければならぬとは思いません。あなたは法律家だから A の話をする以上 A を法廷に引っ張り出さなくては何もならないとお考えになるのでしょう法律問題としてはそうかもしれませんしかし僕は法律家ではないのです僕はただ事実をあなたに伝えたかった そうしてあなたにただ確信と勇気を与えたかっただけなのです言い終わると彼ははっきりと鬼怒川の顔を見つめたのであるいろいろな感情が鬼怒川の心の中を動いているようであった清川お互いに考えの相違は仕方がないそれは今言った通りだ君の言うこともわからないではない しかし同時に君は僕の立場を理解してくれることもできるだろうどうだ君お互いに妥協し合うことはできないだろうかというとつまり A 氏に法廷に出てもらうのだけれどその時ただ一人で M 温泉に行っていたことにすれば A 氏に迷惑はかからないだろうしかし 裁判官にどうしてその時そこにいたかと聞かれたらどうしますか ?A は嘘をつくのですかあなたは弁護人として証人に嘘を言わせる気ですかいや決してそうではない刑事訴訟法第188条には証言をなすによって自分に法律上の危険が消えるときにはその点について証言を拒むことができるように規定してあるすなわち A 氏の場合には 見た事実だけを語ればいいので、その他の点は証言を拒めばいいわけなのだ。鬼川さん、あなたは実に法律家ですね。そして、実に法律的にしか考えられないのですね。考えてごらんなさい。なるほど、法律はそうできているかもしれません。しかし、A がその点について証言を拒むことは、一面から見れば、 あある種の自白と同様じゃありませんか。しかし決して危険はないわけだがそれは法律問題です事実問題として危険がないとどうして言えますかこの事件に A のような証人が飛び出すことだけで新聞はにぎわいます物好きな記者たちは E いいホテルに行くかもしれませんいや行くに違いないそうすればそこで A が当夜止まったことと同時に 立派な家庭の夫人が同時にいたことが証明されます衣川さんそのホテルのオフィスにもちろん偽名ですが2人のサインがしているのです夫人の筆跡がちゃんと明らかになっているのです A は逃れることはできませんではその夫人だけに出てもらうわけには絶対に不可能です あの時そんなところにいるべき女ではないのですのみならず夫人自身が実験していないのですから仕方がありませんそれではもはや妥協の余地はないのだねただ僕自身があなたの前で言っただけのことなら法廷に出て行ってもいいのですがしかしそれは全然作り話だと思われればそれきりの話だ よし仕方がない。こうなった以上、僕は僕の信ずる通り行動するよりほか仕方がない。というと、どうするのですか我々法律家に、レッド・ジャスティス・ビ・ードーン・ソー・ヘブン・フォールという格言がある。正義を遂行せしめよ。清川、僕は。 正しいことののために争うのだ君一個人に対しては恩を仇で返すことになるかもしれない君の行為は行為として受けるしかし僕はあの話を聞いた以上黙ってはいられない断じてあなたは A を捕まえるのですか僕としては A を捕まえるかあるいは君を法廷に連れ出すか いずれも僕の義務だと思う清川繰り返して言うがこれは僕の利己心からではない正義のためだ正義のために戦うのだ待ってください僕はその正義の名においてあなたにもう一度考慮を望むのですそうです何が正義かもう一度考えてください 正義ととといいうここは尊いことでしょう。しかしそれに対して人間が哀れな無力な人間が勝手の行動をとるということは恐ろしいことですよ。人間が考えている以上に運命は恐ろしいことをします。あなたはそう勇敢に進むことが恐ろしいとは考えませんか僕は文学者ではないから。 君の言う難しい言葉はわからない。僕はただ正義を踏みにじることを恐れるばかりだ。それが恐ろしいのだ。この場合、いかなる犠牲を払っても、森木・国松を救うことが一番正しいことに違いないのだ。よし。君との妥協は不可能だ。明日にもい,いホテルについて取り調べて。 必ず A の正体を突き止めてやる清川最後に言うが君と A はよほど密接なようだよもや君が A なのではあるまいねもはや言うだけのことは言いましたすべてはあなたの考えに任せますしかし衣川さん僕が今言ったことは 忘れないい。でください風はますます強く雪はいよいよ降り積もる中に旧友はかくして争いかくして別れた旧友を送った後、と衣川龍太郎は一人炉端にさしてまんじりともしなかったのである翌日は昨日に勝る大雪であった。 午前ごろになってようやく就任した衣川龍太郎はさまざまな無限に襲われつつ昼ごろまで寝てしまったのであったなんとなく物言いまま彼は終日家にこもると決めて生涯の大雪を眺めていた清川は変わった全く自分と考えが違う彼は不義の罪人をかばうことを正しいと信じているらしい 何が正義か問題は実に簡単ではないか不義の罪人をかばうことは清川がその罪人である場合にのみその気持ちにやや同情はできるこんなことを考えつつ彼は書斎で生涯の吹雪を眺めていたけれど清川は俺の親友だ彼に両親のないはずはない彼が来てくれたことが すでに彼は今日は来るだろう来てすべてを自分に告げるに違いない清川龍太郎はこう考えて終日家にとどまることにしたけれどもこれは当てにならぬ予期だった頼りにならぬ体の身だった その日も暮れたけれど清川は姿を見せなかった夜の帳が降りた時彼は古外の大吹雪の恐ろしさを知ったたった一人で小田原にこの寂しい夜を送っているであろうところの妻静代の上をふと思い起こして手紙を書き出したそうして 夜遅くどこに着いた。前夜安眠を取れなかった彼は睡眠剤を多量に服してその夜はどこに着くなりぐっすりと寝込んでしまった翌日は恒星だった雪も風もやんだけれども辺りは一面の銀世界である遅い朝食を済ませたところへ女中がお手紙でございます。 と言っていをってて熱いを持きた。静えに送る手紙を引き換えに女中に渡した彼はその封書の裏を返すとそこには明らかに清川潤という賛辞が読まれた心を躍らしながら封を切った彼の眼前に展開された手紙は次のようなものであった「鬼怒川龍太郎様僕はここに 親しきあなたに向かって最後のご挨拶を申し上げます。あなたは永遠に僕を忘れてくださいこの手紙があなたの手中に落ちると同時にあなたと僕とは地上において全く関係のない2人の人間となるでしょうすべての地上はおそらくあなたと僕とを永久に分かれさせてしまうに違いありません 川さん、昨日仮に A と言ったのはあなたが察しておいでのように僕自身ではないのですしかし僕の分身のような人間ですそうです僕と同じなのです A は実は僕の肉親の弟だったのです肉親の弟清川宏のことなのです 愚かにも僕は弟の恐ろしい恋を最近まで知らずにいました大学を出たばかりの僕からはまだ子供のように思われる弟ひろしがそのような恐ろしい恋をしていることは全く知らなかったのですひろしは昨日申したとおり e ホテルで森木国松の事件をすっかり見ていたのでした不義の恋に対して 天がいいかか、なるる方法をもって報いるか人間の計りしれることではありませんひろしは好奇心から見たあの事件のためにあれ以来一夜として安眠を得たことがないのです衣川さんひろしに両親がないと思うのはかわいそうですひろしはちょうどあなたの言われた通りの考えを持っていたのですことに 法律を学んだ弟には自分を犠牲にしても名乗って出ることが正しいと考えられたらしいのですけれども一方彼はただれた恋に陥ってしまいました愛する女を犠牲にしなければならないということが一番その決心を鈍らせたのですそうしてあの事件以来名乗って出よう 名乗り出なければならないと思ってはそれをなし得ずまた自決することもできないで時を過ごしてしまったのでしたところが森木國松の事件はいよいよ進行ししかも被告に最も不利に進んでしまいました新聞でそれを伝えられるたびに弟は身を切られるような思いをしていたのです そうしていよいよ第1回の公判が開かれ、被告の身がいよいよ危険になると知るや、博はたまりかねて、あの恐ろしい事実と恐ろしい恋の話を僕に打ち明けたのです。その時の僕の驚きを察してください。さらに、その夫人の夫の名をはっきり聞かされた時、僕はさらに驚いたのです。その人は、 社会的に立派な地位を持ってしかも最も妻を信じている善良な紳士なのですからしかもその紳士は僕のよく知っている人なのですよく知りよく信じよく愛している人なのです衣川さん僕の立場を察してください もしあなたが僕の立場に立ったらあなたはどうなさるでしょうあなたは思い切って弟を法廷に突き出しますか理論は僕の進むべき方向を示さないわけではありませぬ僕の立場に立ったものが進むべき一歩は明らかでしょうけれどそれは実に忍びぬことです 僕は弟を犠牲にすることを一度は決心しましたもちろんその相手の夫人後も犠牲にする覚悟をしましたけれど僕は裏切られた夫のことを思った時どうしてもその決心を遂行することができなかったのですその人は僕の親しい友です僕が尊敬し いしてるると信じる人です。この人の運命を一撃にたたき潰さなければ森木国松を救えないとこう考えた時果たして正義というものはその友をまで犠牲にしなければならないものかと思わざるをえませんでした僕を信じてください これは決してごまかしでも何でもありません。肉親の愛に溺れて僕が決心を鈍らせていたのではありません。僕は罪深き弟を犠牲にする覚悟は今でも十分持っています。けれども天地が崩れても僕の親しい友が妻に裏切られた顔を見ることはできません。 僕が友人にいかに忠実であるかということは僕があなたに対する心情でも知ることができるでしょう一方に不幸な友を持ちしかも他方不幸な森木国松あるを知っている僕の立場を察してやってください僕はできるならば すべてをなんとかうまくまとめようとしたのですけれどそれは何といっても卑怯なごまかしにすぎませんでした昨日もあなたから言われたとおり僕は何としても事実を打ち明ける心が鈍っておりそのくせある程度まであなたに知らせるという矛盾した行動をとらなくてはならなくなったのでしたこうやって この不幸な僕はいつまでこの苦しみの中にもがいていなければならぬのかそう思い悩みながら僕は昨夜うちに帰ったのでしたけれども悲劇はついに大詰めにまで進みました弟はこの兄の苦しみも察さず昨夜ついに 死の旅路についてしまったのです僕があなたを訪問したことを知った彼は全てを僕があなたに打ち明けると思ったのでしょうそして法律家としてあなたが取らるべき道を察したのでしょう彼はいっぺんの衣装を残して大吹雪の中を東京を後に旅に出てしまいました 頼みがいがない兄と思ったでしょうあるいはまた正しいことを一歩も曲げない兄とも思ったでしょう弟はかねて好んでいた S 県の A36 で死にたいと書き残しましたそしておそらくはその恋の結末として夫人をも道連れにするでしょう遺書によれば かねて相手の女もこの場合ある覚悟をしていたそうですから今頃は A36 の大吹雪の中に二人愛用して倒れていることでしょう僕は止めればその死を止め得たかもしれませんけれど僕は弟の死をとどめる気に今ならないのです A36 に2人の人間が死ぬということは、すべてにとって不幸なことです。2人にとっては無論です。しかし、女の夫にとってはさらに不幸です。さらに、森木國松にとっては最大の不幸です。けれども、一歩引いて考えれば、僕のような人間の儚い力で、 この運命をどう食い止められるでしょうよし弟の死を救ったところでどうなるのです鬼怒川さん僕にとってどの道が一番正しいのでしょう僕にとって正義の道はどこにあるのでしょう僕は、 この手紙をあなたにに、に出出すす。と同時に僕も旅に出ますしかし僕は死にませんただあなたに永久に顔を合わせぬところに行こうと願っています最後に2人の今はおそらく死についているであろう生命に罪償われて根底に帰ることを祈ります 森木国松のために何か偉大な救いの来ることを祈りますそうして最後に僕が最も信じ愛しているあなたにいかなることが起ころうとも幸福をあらむことを切に祈るものです清川淳 読み終わった絹川の顔色はこの世のものとは思われなかった。しかし彼が考えをまとめようとするとたんドアを叩いて女中が慌ただしく入ってきた。旦那様、お電話でございます。どこから？あの長距離電話でどこかの警察だそうでございます。 何警察ある恐ろしい忌まわしい予感に襲われて彼は電話室に立った僕衣川龍太郎ですえ何 S 県 N の警察ああ何ですよく聞こえませんが。 それは僕の妻の名ですが何雪の中で死んで何ですかもう一度言ってくださいそうですよそれは確かに僕の妻ですが僕に当てた手紙がある死んだのですか本当にえっ紳士帝の死体何 宏外にいた女中は主人のただならぬ様子を注意していたがこの時突然電話室のガラスの砕ける音がして主人がよろよろと倒れるのを見た衣川龍太郎は脳貧血を起こして倒れたのであった 数日の後合唱して誰にも会わなかった絹川龍太郎は親しい藤山賢治が一詩人として見舞いに来たのを聞いて強いて今に通したわずかの間に痛ましくやつれた主人の顔を見ながら藤山賢治は一様の見舞いを述べ体の養生をするように穏やかにいとまを告げようとした藤山君 勝負は僕の勝ちだよ痛ましい家庭の悲劇を知っている藤山健事は不意に鬼怒川にこう言われて何のことかちょっとわからなかった藤山君森木国松の事件だよあああれかあれは君弁護の辞任届が出ているが。 今養生が大切なんだから無理もない藤山君勝負は僕の勝ちだよあれは有罪だと思って弁護を辞したのではないよいやその逆なんだ森木國松は絶対に無罪だよ君 君はとんでもない間違いをしているのだぞ藤山君もう一言君に言っておくレッド・ジャスティス・ビ・ードゥーン・ソー・ヘブン・フォールだしかし何がジャスティスか僕らは考えてみる必要があるよ こう言う言と「冷たい気味の悪い微笑を唇の辺りに浮かべながら衣川龍太郎は病床に遭って再び目を閉じた」。